旧小川妻や田村本店カスカベ塾は、江戸時代の日光街道及び、欧州街道の宿場町。南北町時代、日田吉貞の家臣カスカベ氏が当地を領地とした、ことから、カスカベの地名が生まれたとされる。カスカベの表記は何度か変更されており、カスカベは、江戸、元禄期から記されている地名である。天正18年を小田原征伐後、徳川栄康は、 関東移放となり江戸城に入城し、五街道の整備が進められた。元那2年には、春日部宿が日光街道及び欧州街道の宿駅として開設した。江戸、日本橋から数えて4番目の宿場町である。現在の春日部駅東口の旧街道一帯である。日光街道春日部宿天保14年、日光道中宿村大外町によると、本寺に1軒、脇本寺に1軒、 旗子四45軒、問屋はば1箇所、七百773軒があり、日光街道23宿のうちの6番目の規模であった。街道沿いには、青物店、穀物店、精米、精爆店、飲食店などが立ち並び、4と9の月日には6歳酒が開かれ、商業の町として、近世以降発展した町であった。江戸、日本橋から1日歩き通すと、ちょうど1泊目となる。 宿場町がこのかす壁であったことから、旅人の多くはここで宿を取った。また、岩月塾と石宿を結ぶ道が通ることからも、商業、交通の用地として、商人や旅人で賑わったという。日光街道、欧州街道の宿場町であり、また琴音川を通じて、江戸と結んだ物資の集散地として栄えた。一方で、川が交わる土地や川沿いの土地の農家は、水害があり、 農業不振に悩まされた地域でもあったという。その後江戸時代商法年間には、カス壁、カスが変という表記が交互で使われており、元読年間にカスヘイキ、カス壁、カス壁と記す漢字表記が明治初期あたりまで交互に使われていた。高橋義時、伊能忠宝による大日本宴会予知禅図では、カス壁と記されている。カス壁周辺は、関東では珍しく、 大地主が高度に成長した地域である。関東の大地主上移住屋のうち、4、家を、かすかべのかすかべ宿と対岸の雪松村が占めた。田村や長田や鈴木や田中や隣の宿。ありがとうございます。